皆さん、こんにちは。クロス TV、山田です。はい。今回の動画は、右膝ですね。はい。今回は、右膝が出てしまう一番の原因、根本原因ですね。ここについて紹介をしていきますので、ぜひ動画をご覧になって参考にしてみてください。皆様にお願いがございます。この度ゴルステオフリーダム、略してゴルフリーというチャンネルが開設されました。そこで初動画投稿に向けてミッションがございます。皆さんこんにちは、ジョーです。ゴルフリー始動までのミッション内容がこちら。達成するためにプレゼントのグレードがアップ。応募方法はゴルフフリーに動画をアップします。それでは皆さんよろしくお願いします。ゴルフリーチャンネル登録よろしくお願いします。どうかお願いします。はい、それでは早速説明をしていきます。まず右膝が出ると、右膝が出てしまうとどんな影響があるのか。前に出ることによって起き上がる、骨盤が後傾して起き上がるっていうこともありますし、そもそも起き上がること自体もそうですけど、回れないっていうのも出てきますので詰まってしまう。結果としてフォロースルーもチキンウィング詰まってしまう、もちろん球も暴れると。そういった原因になってくると。はい、で右膝出したくないよねと。はい。で、今までずっとダウンスイングの話してます。実はこのダウンスイングをするにあたってできてないといけないのが、ちゃんと出ないように動かしてあげるっていうのがすごい重要なんです。まずその話を今からちょっとね、していきますよ。はい。していきましょう。していきましょう。していきましょう。はい。はい。そしてね、まず右膝。出ちゃう。状態、バックスイング入ってきたときに、このように我慢しすぎちゃってるっていう状態ですね。ほう、はい。要は昔で言うなら右膝って一切動かすなみたいな、ありましたよね。はい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 、はい、膝は一切動かさず、曲げたまんま伸ばさず内側で我慢する、これやってると出ます。へー、はい、もちろんここからこっち側にこういう風に内側にね、昔のアームローテーションの動きとかそうなんですけど、こうやって、ウェイトシフトを入れながら、はいはいはい、バンプを入れてこういう風に来るなら出てこないんで、これやれるなら別に問題はないんですけど、そもそもこうなっちゃうと出やすいですし、しっかり引くことができませんと。引けないので結果右側に頼って回るしかないよねといった感じになります。右膝が伸びることによって、伸びるといっても伸ばしきる必要はないんですけど、ある程度後ろに行くってことですよね。回転とともに腰が引けることによってこうやって後ろに行く、こうなることによってしっかりとここにスペースができるんですよ。はい、スペースができることによってもちろんこっちも引けてますし、左を引くっていう単純な作業だけで腰が戻るわけですよね。例えば右膝が我慢された状態になるとここで回せないんです。右膝動いちゃうから、こうやって外に開いたりとかして、右膝を内側に締めてこの位置から動かさないように体回そうとすると股関節って絶対右に寄るんですよ。で、少し重心が右に移動するんですよね。確かに。もうそういう体の仕組みになってるんです、体って。へー、こうはいけないんですよ。こう全然動けないですから止まっちゃいますですよね。はい、だからしっかり入れると思ったらこうなるんですよ。ちょっとこういう感じ。へー、股関節だから二軸ってよく言うじゃないですか。あ、はいはいはい、それとこういうことなんですけど、ほー、こういう動きになっちゃう絶対で、これがここで後ろに行くっていう動きをできると、要はここの軸変わってないんですよね、ボトムの位置。なので、さっきみたいにここ引くだけで元に戻るんですよ。確かに。これ例えばこうやってやっちゃうとこっち引いてもここなんですよ。なんか、はい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 、わかります。こっち来てここなんだ、うんうんうん、だからバンプが今度いるんですよね、戻すために。ああ、なるほどなるほど。ボディーターンはとにかくこの場から動かないっていうのが一つのメインになってきます。はい、なのでここで動かして引くことによって引くことができる、元に戻る、こいつ使わなくて済む、だから回れるんですよ、膝出せずに。で、しかもここが、ボディターンの場合そうですけど、ここが浅いと、この動きが足りてないと、スペースがないので、こっちに戻るスペースがないと、左に戻るスペースが。
はい、これが例えばこの辺で止まっちゃうとね、いくらボディーターンでも戻すスペースないですよね、はい、とどうしてもこれ止まっちゃうから嫌がって膝が出る、なので思い切って下げちゃっていいと。それぐらい行っても実際打つときはそこまでいけないですから、あ、それでだいたい45度、まあ50度ぐらいまでしかいけないと思います実際は。んー、割と回らないのでもう結構大げさに、あ、なるほどなるほど、特に右膝が出る人はほとんど回ってない人が多いので、ほうほうほう、あくまでもこの動画右膝が出る人向けなんでね、うんうんうん、どうしても山田が言ってるお尻を意識しても右膝が出るよっていう人はそもそものここの回転不足がやっぱりこう生徒さん見ててめちゃくちゃ多いです。はい、もうこっちばっかり意識しててこっちが全然できてないと、だからどんだけ意識しても出てきちゃうよっていう人が多いので、うん、そもそもの回転不足を解消するためにもう回しすぎじゃないか、右膝伸びきってるんじゃないかというぐらいの気持ちでいっちゃえば問題ないです。なるほど、はい、でこの時多分質問出てくるのが、いや右膝伸びきっていいんですかと、うんうんうん、いう質問が来ると思います、はいはい、実際、まあ、伸びきるまでいくのは本当は良くないです本当はね、この後ろがバツバツに張るぐらい伸びきっちゃうのは、次切り返しで確かに膝は出てこないけど、前のお話言ったようにこっち側に力んじゃってるんで、はいはいはい、引っ張れなくなっちゃうんですよね左に、だ詰まっちゃう原因になるので多少は余裕を持たせた方がいいです。だからほんと伸びきるギリギリってところです。実際これ僕伸びてるように見えますけど伸びきってはいないんで伸びきるのここですから。ああなるほど、はい、構えた位置よりは伸びるけど伸びきるまではいかないぐらいがベストかなと。お、それでまあ思い切って回していく、伸びきらないように回せるところまで回すみたいな、はいはいはい、感じにしてもらえればいいかなと思います。なるほど、はい、さあ以上になります。じゃあ質問ありますか。はい、左膝ですね、左膝、右膝をギリギリ伸びるか伸びないぐらいか、はいはいはい、まで回したときにこの動きをすると、ね、どうしてもちょっと左膝が気になってこうやってね、やっぱ前出るじゃないですか、はい、多分前出過ぎは良くないと思うんですよ、はい、その辺をちょっと教えていただきたいな。基本的に出過ぎは良くないですが、回転したら回転した分左膝が出るのは当然です。うん、これも絶対です、はい、良くないのは左膝を曲げて回転を助けた時ですよね。助けた時、はい、こっちを引いた結果出てきてるじゃなくて、あ、こっちを引いてそれ以上回せないから左を出すみたいな。なるほど、はい、この場合は良くないです。あ、うん、これさえ気をつけとけば問題ない。その場合ね、だいたいこのもう太もも全体にスクワットした時みたいな張りを感じると思います。そうなってたら良くないですよね。あ、うん、基本的にはちゃんと引くだけ引いてて左膝が多少出るぐらいだったら多少の張りで済むので、これを自分で左膝まで曲がっちゃうと相当の肺になっちゃいますから、うん、そこで気をつけていただけたらなと思います。なるほど、はい、まあ、あとは、前回の動画で頭の高さを変えずに打つ方法みたいなのを出してるんですけれども、うん、はい、そこで首の視点の話をしてるんですよ。うん、その時は首の視点を意識することによってそこであと回せば左膝の出る動きも少なくなりますっていう。あ、要は意図的に出すとこうなっちゃうけど、ここの高さを気にして引くとそこまで出ずにっていうのはありますので、はい、それで意識してもらってもいいのかなと思います。結果曲がるのは OK ですから、うん、はいはい、はい、でそこにまあ高さがあるんで、高さがなるべく変わらないようにって意識しておけば曲がりすぎることもないので、まあ、要は回転しすぎるっていうことは防げますので、はあはあ、はい、そこをちょっと合わせてやるようにしてみてください。なるほど、はい、あります。
さあ皆様いかがでしたでしょうか。今回はまあ出さない方法というか、出さない方法を実践する前にこれができてないとできませんよっていうお話について紹介したわけですけど、まあ、この右膝関連に関してはやはり質問が未だに多いです。いろんな動画出してますが、これやってもできませんとか、そういったまあ質問というかコメントが多いんですけど、まあ、それのすべての答えはこの動画で、まあ、今お話ししたことになりますので、まあ、ぜひこの動画などを見直して、まず正しいバックスイングができる、正しい足の運び方ができる、そうすれば必ず右膝出てこないと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと。